はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は、問題解決能力というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、問題解決能力を高めるにはどうすればいいかということを考えたときに、まあ、これは極めて簡単で、問題解決をたくさん担当するということですよね。問題解決能力を高めていくには、 問題解決をたくさん担当するというのが一番確実かつ唯一の方法ということになりますまあ、泳げるようになるにはどうすればいいですかたくさん泳ぐ練習をすることというのと全く一緒ですよねはい、物事っていうのはすべてポジティブとネガティブの両面が含まれています 一つの出来事があった時に、その出来事の中には、ネガティブな要素もあるし、ポジティブな要素もあるということです。だから問題っていうのは、確かにね、ネガティブな要素っていうのも入ってるわけですよ。だから人はネガティブってね、問題っていうものを、そもそもネガティブなものだっていうふうに解釈する傾向があるわけですけど、もし問題がネガティブなのであれば、その問題の中には同じだけのポジティブな要素も入ってるということなんですよね。 なんですけど、問題っていうのがネガティブだっていうふうにこう決めつけていると、問題が起きないことが理想の人生だっていうふうに感じるわけですよ。何の問題も起きずに、毎日何もね、あの、起きない。 問題がが起きななないい平穏無事なねあの時間人人生生こそが理想の人生だっていう風になるわけですつまり、問題を避けよう避けようと、問題が起こらないように起こらないようにということで、問題を避けよう避けようという、そういう考え方、習慣になっていくわけですよね。当然、人っていうのは習慣の生き物なので、人生の習慣が問題を避ける、問題が起きないように起きないようにということでやると、結局、何も本当に起きないと。 いう人生になるわけです、まあ、もちろん、ね、人生に答えはないので、まあ、そういう人生が理想の人生だということで、まあ、選択するということも一つの考え方としてはあるわけですけど、まあ、そうすると今回のテーマになっている問題解決能力というのは全く向上しないということですよね。まあ、自分自身は、ねえー、何十年生きたとしても問題解決能力というのは全く向上しなかったと、まあ、そういうことになるわけです。 じゃあ、問題という言葉の中に、問題というその出来事の中に、どういうねポジティブな要素が入ってるかって言ったら、二つ入ってるわけですよね。一つは、とにかく自分の力が向上するということです。ね 泳げなかったんだけど、プールに入って泳ぐ練習をたくさんしたら泳げるようになりましたとかね。腕立て伏せがほとんどできなかったのに、毎日毎日腕立て伏せをしていたら腕立て伏せができるようになりました。つまり腕の筋肉が鍛えられましたっていうのと全く一緒で、問題が発生してその解決から逃げないで、とにかくこれを解決しようということで担当し続ける、取り組み続ければ、一つの問題に対してね、あの、 一つのまあスキルというか、能力っていうのがこう身についていくわけですよね。10個の問題を担当すれば、10個の問題解決能力がつくし、100個の問題を担当すれば、100個の問題解決能力っていうのがついていくわけです。能力っていう、う力っていう言葉が入ってる以上、これは鍛えていくことができるんですね。腕立て伏せで腕が鍛えられる。腹筋で腹筋が鍛えられる。 というのと全く一緒で問題をたくさん担当すればするだけ自分の能力が向上していくとね鍛えられて能力が上がっていくというのがポジティブな要素の1つです。もう1つはね例えば何らか貢献したいと会社に貢献したい社会に貢献したいそして地球に貢献したいって言ったときにじゃあどうやって貢献できるんですかって言ったら一言で言うと問題解決ということを通じて貢献していくことがあるわけですよね。 例えば、この社会に何の問題も一つもなかったら、じゃどうやって、まあね、あの貢献していくかと、ね。この地球に何の問題も一つもなかったら、ね、どうやって、ね、その地球に貢献していくか。と。まあ、難しいですよね。何の問題も起きてないわけだから、ね、自分自身がその問題あそのその、それに対して貢献していくというのは非常に難しいわけです。しかし、もし目の前に、ね、会社の問題が発生している、 社会の問題が発生している。地球の問題が発生しているって言った時に、じゃあそれを解決に取り組む。そして実際解決したということであれば、一番わかりやすい貢献ですよね。今自分の目の前には問題がありましたと。ただ自分がそれに取り組んだので、目の前の問題を解決できましたってことであれば、それが一番わかりやすい貢献なわけですよ。つまり問題っていうのは貢献のチャンスなんですよね。そのものの見方、 ができるかどうかそういうものの考え方ができるかどうかっていうので人生っていうのは全く変わってくるということですね、問題イコール良くないものだとだから問題が起きないようにしよう起きないようにしようとでもし問題が起きたとしてもそれは自分に関係がないものだっていうことで見て見ぬふりをしようというのも一つの人生ですね、そういう人生の言い方をしても30年は30年です 一方を、ね、問題っていうのがあればあるだけ自分っていうのは鍛えられていくんだと、ね。問題解決能力は向上していくんだと。そして問題を解決することができればできるだけ自分は貢献する機会っていうのがそれだけ増えていくんだっていうことで、もし問題っていうものが持っている半分のポジティブな要素っていうのを常にこう注目して、問題に,にどん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 挑戦していくということをし続ければ自分の能力っていうのは上がっていくし、貢献する機会っていうのも増えていくと。 いうことなんですよねなので問題解決能力っていうのを向上させていく一番の要素っていうのは問題解決を一つでも多く担当していくということですで繰り返しになるんですけど人っていうのはとにかく習慣の生き物なのでどっちのものの見方どっちの考え方もやっぱり癖になるんですよね問題を、ね、避けよう避けようっていうのも習慣で問題解決をチャンスとして捉えよう捉えようっていうのも習慣なんですよ だから、ね、3日、3週間、3ヶ月、3年、30年っていったときにどん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 んやっぱり人の差っていうのは開いていく一方なんです、ね、すかたや問題を避け続けた30年と、かたや問題解決にとにかく積極的に挑戦し続けた30年、ものすごく大きくついていくということになるわけです。 もちろん人生には答えはないですね。ね。どんな人生が理想の人生かとでこれ。この人生こそが73億人全ての人にとって理想の人生なんていう、そういう答えはもちろんありません。ないので、ね、自分はとにかく、ね、30年間、ね、何の、ね、問題も、に直面することなく、ね、平穏無事に暮らしていくことができましたって。でそれを私 理想の人生だったのであり、ね、自分は理想の人生を送ることができて幸せだって言ったら、それは一つの価値観だとは思うんですね。ただ、今回の話っていうのは、その価値観ではなくて、ね、やっぱり自分っていうのは、一日生きてる限りは1 1、一日1センチでも1ミリでも進化成長し続けて、そして何のために、じゃあ自分っていう人間は進化成長するのかって言ったら、今よりももっと大きな問題解決ができる人間になるということなんですよね。 今よりももっと大きな問題解決ができるってことは今よりももっと大きくね、社会なり地球に貢献できる人間になっていくということなんです。自分が担当する問題が大きければ大きいだけそれだけ大きな貢献ができるわけですからね。だからじゃあ自分は今何のために頑張ってるのか何のために自分は進化成長してるのかって言ったら今以上により大きな問題に挑戦できるそして問題解決に当たれる人間になるために自分は1日1センチ1ミリの 進化成長をしてるんだと、そういう,こうポジティブな解釈っていうのが非常に大事になってくるわけですね。だから、人が追い求めてる成功っていうのは、極論ね、どれだけあなたは大きな問題解決ができますかっていうことに尽きるわけです。ね、例えば、ね、地位を向上したをもっと上にしたい、ね、名誉が欲しい、もしくはお金が欲しい、す、ね、べて、ね、責任と比例してますよね。 大きな責任を引き受ければ引き受けるだけより大きな地位、大きな肩書き、大きな名誉、そして大きなお金っていうのを与え,ること与えられていくわけですよ、ね。だからその責任の大きさ、つまり、ね、自分が担当する問題の大きさっていうものが人が追い求めている成功になっているわけです、ね。私にとっての成功は地位、私にとっての成功は名誉、私にとっての 地位というあ私にとっての成功というのは権力、私にとっての成功というのはお金と。 いずれを取ったとしても、ね、すべてこう、ね、あの大きより大きな責任というのを自分に引き受けられるようになればなるだけ、その追い求めている成功というのを手にすることができるわけですよね。言い方を変えたら、より大きな問題解決に担当できるような人間になるためにこそ、自分たちというのは、1日1センチ1ミリ、進化成長しているということなわけです。だから問題というのは、確かにネガティブな要素もあるわけですね。 それは事実だと思うんですけどでも全ての出来事っていうのはポジティブとネガティブが両方がちゃんとつり合っているのでその人がネガティブだって解釈する問題もそれをポジティブに解釈することによって自分の進化成長に役立つチャンスだとそしてこれは社会とか地球に貢献できるチャンスだということで積極的に自分自身が担当して問題解決に当たっていくということが大事になるわけですね。 自分がね、あの、例えば持ち上げられるバーベルがね、1キログラムのバーベルであって、ね、1キロのバーベルをね、毎日毎日30年持ち上げても人生です。でも ね、あの目の前にあるのが、ね、バーベルが100キロのはバーベルで自分は、ね、とても、ね、あの持ち上げることができないと、ね、持ち上げることができないだけではなくて、ね、1センチも1ミリも、ね、動かすことができないとしたとしてもその100キロのバーベルを一生懸命上に持ち上げようとするその行動そのものがその人の筋力というのをこう鍛えていくわけですだ問題というもの自体は無色透明なわけですけれどもそれをポジティブに解釈すれば自分のチャンスにしていくことができる。そして自分のチャンスに していくことそのものが実は社会とか地球への貢献そのものにつながっていくということなんですねだから問題っていうのを人はね無意識に避けよう避けようとする傾向があるのでそうではなくてねもし問題があったらこれこそ自分を進化成長させるチャンスだとこれこそ貢献するチャンスだということでポジポあの ポジティブに解釈してですね、そして自らが率先して問題解決に当たれる、そういう人材でいつまでもありたいものだというお話です。はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在メルマガを登録していただいた場合は特典教材の方をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。 はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。